コンピューターによるナビゲーションシステムを搭載したレースマシン、サイバーフォーミュラの登場は、F1 に代わる21世紀のニューレースマシンとして、世界中の人々を熱狂させた。久しぶりですね。こんなにのんびりできるの。実にいいことです。この際、第7戦に備えてたっぷり休養を取りましょう。セッタなんのやるわねって。へっセッ、どうした V8、 こっちへ来るわ。誰だろう。あれは HSR3 ですね。あ、風見隼人さんですね。あ、はい。私、エレナと言います。隼人さん、私と一緒にファイアーボールレースに出場してもらえませんか。ファイアーボールレース、挑戦ファイアーボール。冗談じゃないよ。ハヤトには大切な第7戦が控えてるんだ。あんな危険なレースに出させるわけにいかないよ。あなた、ファイアーボールがどんなレースだか本当に知ってるの？はい。制限速度オーバー、ルール無用の行動レース。命を落とす人もいます。そこまで知っていてどうして。どうしてもファイアーボールレースに出場して勝ってほしいんです。ハヤトさんのレースは全部拝見しました。あなたのテクニックなら。テクニックったって、ワールドグランプリとファイアーボールじゃ同じレースでも全然違うじゃないか。黙って聞いてな、ペ。とにかく詳しく話して。じゃ、君のお父さんがファイアーボールレースのオーナー？ええ、それと父の友達が二人。私、パパたちが許せないんです。許せない？パパたちは車を、人の命さえもただの賭けの対象としてしか見ていないんです。
レースで何台マシンが潰れるとか、何人くらい人が死ぬとか、誰が他のマシンを一番多くクラッシュさせることができるかとか、この間も。よし、今回は私の勝ちだ。ワイゼンめ今頃悔しがってるだろうな。パパ！どうしたエレナ、そんな大声を出して。パパ、もうファイアボールにお金をかけるのはやめて。興奮すると体に触るぞ。人の命にお金をかけて楽しむなんて、そんなの間違ってるわ。ドライバーたちは私たちが賞金を出すことで自ら進んでレースに参加してるんだ。死ぬかもしれない危険を承知の上でね。そんな連中にかけてどこがいけないんだ。絶対に間違ってる。パパのやってることは間違ってるわ。レースってそんなものじゃないはずよ。そうか、お前がそこまで言うんなら、ここは一つどうだろう。パパと賭けをしてみないか。まだ分かってくれないの？いや、だから今回のファイアボールの優勝者にかけてみようじゃないか。どういうこと？いいかね、もしエレナの選んだドライバーが勝ったら、パパはお前の言う通りファイアボールでドライバーたちにかけることをやめよう。どうだね、エレナ。いいわ、パパがそこまで言うなら。約束よ、パパ。わかった、約束しよう。お金持ちの道楽も同行しているわね。モータースポーツを冒涜していますよ。私もペイと同じ気持ちだね。エレナには悪いけど、私が何より気に入らないのはマシーンに対する愛情が微塵もないってことさ。ですね。事情はよく分かったよ。ミキさんやペイさんの言う通りだ。僕も許せない。ファイアボールレースに出場するよ。え？そして優勝してモータースポーツがどんなものかエレナのパパたちに知ってもらおうよ。ハヤトさん、いいわ。オーナー代理として私が許可します。アスカ、でもマシンはどうする？スーパースラーダはアフリカグランプリ用に調整中ですからね。そういうことなら私に任せな。スラーダ、レースの合間に少しずつ修理しといたのさ。サイバーシステムを積み替えれば新品同様に使えるはずだよ。問題はアスラーダですね。話は全部聞こえた。私も協力しよう。アスラーダ、アスラーダが OK してくれたら何も問題はないわね。うん、ありがとう、ハヤトさん。ありがとう、皆さん。よかったわね、エレナさん。はい、来た甲斐がありました。でも驚いたな、アスラーダ。今日は一体どういう風の吹き回しだ？我々はスクラップにされるために作られたのではない。オーナーたちの考え方は極めて不愉快だ。その通りです、アスラーダ。え？もっとマシンに愛情を注いでもらいたいものです。誰だ君は？私は HSR3、 よろしくアスラーダ。こちらこそよろしく。アスラーダと会話してる。この HSR3 は他のマシンのサイバーシステムとコンタクトできるんです。へえ、すごいや。よし、ペイ、すぐにサイバーシステムを旧マシンに移すよ。アイアイさん。今回のファイアボールでは何台マシンがクラッシュするだろうね。いやいや、この際だから何人静かにかけてみようじゃないか。それは面白い。私も賛成だ。今回はそれにかけよう。スタート時からゴールまでたっぷりスリルが味わえるというわけか。目が離せんな。それじゃあ予定表を作ろう。旦那様、お嬢様からお電話でございます。そうか、エレナ。何？ファイアボールのドライバーが決まった。風見隼人。隼人さんは絶対に勝ってくれるわ。エレナ。
どうしたのだ。実はエレナと約束をしてね。ほほう、お嬢さんと約束を。今回のファイアーボールで娘がかけたドライバーが優勝したら今後一切ギャンブルレースをやめるという約束をね。風見隼人とはどういうドライバーなんだ。サイバーフォーミュラーイギリスグランプリで優勝した天才的なドライバーだよ。それもまだ14歳のね。ほうほう。しかし君が負けたらもう我々とゲームを楽しめなくなるじゃないか。それは困る。メンバーが減ってはつまらなくなる。いや心配いらんさ。同じマシンレースとはいえファイアーボールは命の保証のないルール無用のレース。14歳の坊やに何ができる。違いない。サイバーシステムの接続終了です。 OK、 マキさん。ハヤト、どう、ハヤト。どうしたの、アスカ。このレースはナビゲーターが認められているんでしょ。コース計算やタイムの測定なんか私がいればきっと役に立つと思うの。一緒に行くわ。え？それに私も一度くらいレースに出てみたかったし。ちょっと待った。ナビゲーターなら私の方がいいよ。途中でマシントラブルなんかがあったとき私がいた方が便利だろ。そりゃずるいわ、ミキさん。自分が行きたいもんだから。もう二人とも遊びに行くんじゃないんだぜ。ハヤトさん、あの、私を連れて行ってもらえないでしょうか。え？エレナさん、気持ちはわかるけどとても危険なレースなのよ。はい、でも私のためにハヤトさんだけを危険な目に遭わせるわけにはいきません。お願いします。私今回のコースはよくわかってるし、それにこう見えても私レーサー志望なんです。少しぐらいの整備でしたらお手伝いできると思います。わかったわ、エリナさん。ね、ハヤト。うん、一緒に行こう、エレナ。ありがとう、ハヤトさん。気をつけてね、ハヤト。任しとけって。加賀さんと出たクラッシュレースを体験してるからね。必ず勝つよ。 HSR3 のことよろしくお願いします。 OK。 アスラーダ、エレナさんを頼みます。任せてくれ、HSR3。 調子はどうだい、アスラーダ。全て良好だ。少し懐かしい感じがする。僕も同じだ。よし、行くぞ。これもとんでもないマシンばっかりだ。ファイアーボールにはマシンの規定はないの。みんな自分の好きなマシンで出場できるのよ。それでか。よ、ハヤト。加賀さん、お前もこのレースに出るのか。はい。結構結構、お前もだんだん話が分かるようになってきたじゃない。俺と組んだクラッシュレースで相当自信がついたらしいな。加賀さんもこのレースに。当たり前よ。なんてったって賞金が魅力だからな。このレディは。私、エレナと言います。ハヤトさんのナビゲーターです。ほほー。ああ、加賀さん。ハヤト、あんな可愛い子どこで引っ掛けたんだ。別にそういうわけじゃ。くな、隠さなくたっていいじゃんさ。教えろってこの。命知らずのレーサーたち、ファイアーボールへようこそ。今回はここオリンピックの発祥地アテネからパリの凱旋門まで
一番早く到着した者の勝ちだ。諸君、幸運を祈る。ったく、よくそういう面倒を背負い込むやつだな。でも、事情を知ったらほっとけないよ。仕方ねえ。手を貸してやるぜ、ハヤト。加賀さん。よし、いいか、ハヤト。このレースは荒っぽいのが売り物だ。気をつけなきゃいけない奴らだが、まず、あの黒いマシンの女。それとあのレスラーみたいな奴と、あの目つきの悪い奴。あいつらこのレースの常連だ。勝つためなら汚えことも平気でやるからな。尻に疲れたら注意しろよ、ハヤト。はい。ゼッケン99番、ブリード加賀、スタート位置につけてください。いけない、俺の番だ。一つ言い忘れてた。俺はお前を勝たせるために援護する。だからお前が勝ったら賞金の半分は俺によこせよな。いいですよ。僕たちが優勝したら賞金は全部加賀さんにあげます。本当か。俺お前のそういうとこがとっても好きなんだよな。ブリード加賀、いなければ失格にします。いけねえ。じゃあな、軽くぶちかまそうぜ。先に行くぜ、ハヤト。ゴー。今回は負けられないな、エリオット。おお、そうだった。これで負けたら我々はギャバンに3連敗だからな。さあ、我々のゲームを楽しむとしよう。我々の友情のために。エレナ、お前とまで賭けをするとは思わなかったな。行くよ。はい。よし、トランスポーターとコンタクトを取る。来た、アスラーダからのコンタクトだ。サイバーシステムとのつながりもバッチリだね。エンジンもよく回ってる。アスラーダ、ハヤトたちを頼むよ。ザコミが暗い。潰されんじゃねえぞ、ハヤト。これじゃ戦場だよ。エレナ、しっかり捕まってて。はい、ハヤトさん。あんなのにぶち当たったら終わりだ。飛ばすぞ。レースは始まったばかりよ。無茶しないで。エフェクトファンだ。なんでレースだ。後方注意、さらに大型トレーラー接近。あのマシンは、俺様の進路を塞ぐやつは踏みつぶすぞ、ドカンカー。何をするんだ。ちょろちょろと目障りなんだよ。うわ、さあ、アセラだ、ブーストだ。ブーストポート作動、エンジン臨回転へ、カウントスタート。捕まってて、エレナ。はい。やるじゃねえか、面白い。お
ってくるわ、ハヤトさん。ダメ、逃げられないわ。違う、道が塞がれてる。ブートカット。残念ながらここでリタイアだぜ。なんていうマシンだこれは。これはアスラーダ GSX だ。カザミハトが以前乗っていたマシンだ。大したやつだ。子供とは思えんな。このマシンのレーサーがエレナの。ファイアーボールはまだこれからよ。あまり無茶しないで。大丈夫、走るぞアスラーダ。了解。